異様な雰囲気の中でいよいよテレビ回想ジャパングランプリ決勝の時を迎えました。ライブのネスアースカ、おそらく今の試合を控えして見ていたでしょう、控えすのテレビで見ていたでしょう。ライブのネスアースカ、片入り口の時がやってまいりました。そしてランプ松本に対しまして、早くも波音が右打ちという青コーナーであります。もう一つ宮本さん心配なのは、久々謎のマネージャーがリングに姿を見せました。本当ですね、はい、ちょうどあの極悪同盟がですね 3WA の、 あの世界タッグベルトをあの取った時もこのマネージャーが登場してますからね。はい、いやー、なんとも不穏な空気がいっぱいのリング上であります。しかし秋山さん、はい、極悪同盟の暴走ぶりというのは噂以上でしょ。ねえ、市内とか木刀のね出てくるのは、まあはい、まだあれですけど、ハサミとかね、鉄パイプはひどいですね。見るに耐えませんね、いや今日は何度あの抑えつみちゃんもね立ち上がって、ダンプ松本にね絶叫をしたかも分かりません。そして今リングサイド、じっとリング上を見上げております阿部翔レフリーであります。もちろんこの決勝戦のリング上に上がることはできません。レフリーはジミー加山、あの人は大丈夫なんですか。はい、ジミー加山はもうちゃんとしたレフリングをやりますから、はい、この人にレフリングを任せたらちゃんとした試合がね、はい、大いに期待できそうであります。ただ問題はやはり極悪の3人ですね。そうですね、はい、これがおそらくトリオで来るでしょう。しかしきっとですね、長与千美さんも黙っていません。そうですね、はい、もうあ始まった。ですから極悪クラッシュの対決といっても決して過言ではありません。試合が始まりました。この試合は60分1本勝負ですね。はい、そうです。はい、さあ60分1本勝負、まさに地獄の1本勝負であります。ダンプが、そしてアスカが、フジテレビ回想ダッチャパングランプリチャンピオンベルトをかけまして、さあいよいよ試合が始まりました。勝てばジャガー横田が持っている 3AA の真の世界チャンピオンベルトに挑戦ができます。大きな今年度前半戦を飾る一戦であります。いや素敵な笑いですよ、ねえ、素敵な笑みを浮かべておりますダンプ松本。まだしかし狂気を手にしておりません。ようやく起こってまいりましたアスカコールであります。何か試合の雰囲気に押されて場内シーンと静まり返っておりました。ようやく声を揃えてライオネスアスカに対する声援コールが起こりました。しかし今日はファンも緊張してるんですね。コールも長続きしません、そうですね、はい、何かを考えているに違いありませんダンプ松本。非常に静か、さっきの試合と全然違いますね。はい、ちょっとさっきとは全く違いましてね、さあもうこうなりますとね喧嘩殺法であります。まあしかしもう一つ考えられることは、さすがにダンプ松本といえどもですね相当疲労があるんじゃないでしょうか。もう疲労はね、はい、もうこれはもうしょうがないですよね、30分戦うということは大変なことですからね、はい、ですから今静かにしながらですねちょっと休んでるんじゃありませんか。そうですね、それもあるでもありますね、作戦的にもね、はい、この辺りのもう駆け引きというのは十分にできる力、そしてキャリアを持っておりますダンプ松本。さあじりじりってやってまいりました。ついに出ました謎のマネージャーが出ました。先頭を切っております。謎のマネージャーが出ました。いやーこれが出てまいりますと男ですからね、ちょっとたまりません。さあ先ほどは長与千美が徹底的に痛めつけられました、恐怖攻撃。そして今回はどうなるか、長与千美が突っ込んでについております。長与千美もけなげです。あーっとついに出ました、ついに出ましたね。あれは何ですか。無知ですね、無知ですね。いやついに無知が出ました。おそらくこれをもうねきっかけにいたしまして次々にいろんな恐怖が入ってくるでしょう。ジミー加山、この道を捕まえまして関東を取っております。これです、こう来なくちゃいけません。まあ、場外はね、はい、先ほどの長谷選手がですねがっちりガードしてるんですけどね、はいはい、
まあ、アスカにとっては戦いやすいでしょうね。おーっと今度は足を取られました。ブルマカの後ろから行きました。さあ今度はライオネスアスカ反撃でやります。ライオネスアスカは盛んに隣接の光を攻めております。行きました。髪の毛がね赤く染まっております。さあ合わせエルボーを落としました。カウントが入りました。カウントもちゃんとしたカウントが入っております。まあこれなら安心ですよ。そうです ね、はい、先ほどまではもう安倍首相のカウント、これなら安心して試合を見ていられます。さあ、まあ、あのスタミナという点では当然ライオネスアスカの方が有利ですから、じっくりじっくり攻めるこのアスカの攻撃っていうのは正解じゃありませんか。そうですよね、はい、やはりあのポイントをきちんと締めてね、あの慎重に攻めた方が有利ですよね。そしてコーナーではじっと長いおちぐさライオネスアスカを守っております。仕返しには入りません。決定的な強攻撃でやられました長いおちぐさ。しかしアスカの試合であります。アスカにこの決勝戦を譲りました。さあ髪の毛を掴んだ。ものすごい投げ、なんか人間が投げているようには見えません。ぬいぐるみを投げるような乱暴さ。すごい足がロープにかかっておりました。眠っていた、ね、松本 の、 あのエンジンが再びあのかかってきましたよね。そうですね、はい、やはりちょっと休んでましたね。そうですね、計算して休んでました。この人が一旦暴れ狂うと体験であります。今がっちりと首に足がかかっております。ヘッドスターズに行っておりますライオネスアスカ。この試合は60分1本勝負、時間は十分にあります。さあジミー・カヤマ、どちらかと言いますとライオネスアスカ側であります。いいですね。さあ今度は上位戦になりました。あーっと剣が飛んでいる。ブルナカノが行っております。そしておっとまたも長いおちぐさがやられている。あーっと相打ち、クラッシュ相打ち場外です。やられましたですね。さっと今リング上に帰ってまいりましたダンプ松本。今のなんか見てますと体は大きいんですけども非常にすばしっこい。さあ60分1本勝負、序盤戦が進みようとしております。なかなか中に戻れません。カウントが続けられております。いや宮本さん、まああの序盤戦といったところなんですけどもね、いかがですかね。そうですね、もう状況といえば、まあはい、ライオネスアスカ有利なんですけども、しかしやっぱりダンプ松本の方はですね、何かこの切迫感といいますかね、はい、やはり先ほど戦った強みっていうのがね、うん、気合いになって現れてますからね。なるほどね。もう一進一退何とも言えないところですね。はい、全く油断を許しません。いや今のエプロンから鉄柱攻撃を受けましたライオネスアスカ。さあリングに入ってきた。どうか、と当たっていた。回転蹴り固め入りました。回転蹴り固めカウント1であります。アスカの構成です。さあ今度はどうするか。1対1、綺麗に決まりました。ジャイアンツの体勢に入ろうというんでしょうか。としかし捕まってしまいました。悔しがっているライオネスアスカ。悔しかった。これがあります。思うようにいきません。ちょっとレフェリーのジミー・カヤマに八つ当たりといった感じ。ライオネスアスカです。思うような試合ができません。またにらみ合いになりました。しかしダンプ松本はこの前直前でありますが長吉純子と30分を1回に戦っております。ああ手があった。レッドブリーカードロックが入りました。もう一回行きました。強烈であります。さあ一気に決めるか。ライオネスアスカトップロープに上がった。さあ一気にどんなファインのラリアートであります。さあカウントが入る。カウントとファンが一緒になって3を入れました。しかしジミー・カヤマは2で止まっております。この重いダンプ松本に対しまして強烈なブレンバスター
ました。ようやくライオネス飛鳥大技炸裂です。この大技はね、3連単も飛び出しましたけども、はい、バンクもタフですね。本当です。今度はバックドロップの体勢です。バックドロップ100キロをバックドロップ。さあ上から行く大和田4連発であります。ライオネス飛鳥、しかしこのダンプ松本から3カウントを取るというのは至難の技ですね。はい、攻めて攻めて攻めまくって大技を連発しております。ライオネス飛鳥思うようにいきません。今放送席の前であります。相当疲れているダンプ松本。さあ放送席をじろっと睨んだ。軽く蹴りを入れました。いやー、迫力十分のダンプ松本に対しまして泉ちゃんが怒っております。さあまたゆっくりと今リング上入場です。これに勝たなくちゃどうしようもないわけであります。一方ライオネス飛鳥としても夢にまで見ました 3AA の世界タッグチャンピオンベルト、ジャガー横田に挑戦したいという気持ちは誰にも負けません。さあそのライオネス飛鳥が行きます。ライオネス飛鳥が行く。あっとダンプ松本の反撃であります。さあ殴り合いになりました。執念むき出しの殴り合いが展開されておりますリング上。今度はダンプが行った。一発で突っ込んだ。さあ飛鳥が行きます。アスカが行く。さあダンプが今ロープに行った。今度はダンプが吹き込んだ。強烈なラリアート炸裂カウントが入りました。果たして日本武道館8月22日ジャガー横田に挑戦するのはライオネス飛鳥か、あるいはダンプ松本か。さあいや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 、場外でついに試合が出ました。グリーンの試合が出ました。場外戦であります。ライオネス飛鳥今リング上。しかしダンプ松本に捕まってしまいました。あーっとバックを取ったエマイバー、そのままいった。さあカウントが入るか。カウント1です。相手の体が大きすぎるんでしょう。ダンプ松本思うようにいきません。やーっとまたジャイアンツスイングの体勢であります。100キロをジャイアンツスイングに持っていきました。伝家の宝刀ジャイアンツスイングが入りました。よく回ってます、よく回ってます。さあ上から行った。これはホールが取れそうだ。いやー3つは入りませんでした。本当です、惜しかったですね。3つ入ったと思いました、はい、もうジャークスに今6回転回したんですけどね。そうですよ、よくやりましたね。さあもう1回いっか。今度はラリアート送った。一瞬にしてゴールの体勢。危なかった、あっか危なかった。あーっとまたバックを取った。一気にいくか。ジャーマンでいった。ミックが入りました。ブレッドホールド一気にいった。タックルをジャーマンで持っていきました。抱き合って喜ぶ長代千草、アイルサースカやりました。クラッシュにやりました。アイルサースカ見事に長代千草の執念を晴らしました。しかしあの松本もですね、あの30分の激闘、そしてそれからも飛鳥との、まあ、言ってみれば延長戦になったわけですけどもね、はい、もうその激闘を戦い抜いたね、やっぱりあの体力、そしてこの根性ですね、はい、やっぱり極悪ドームのドンとしてふさわしいものがあったと思いますね。願わくばですね、一つ負けたんですから、ここはあの綺麗に引き下がればですね、ダンプ松本よくやったとみんな思うでしょうけどね、そうですね、はい、見事、今上田真嗣コミッショナーがライオネス飛鳥の光を上げております。再び抱き合っている長代千草、本当に飛鳥よく長代千草の無念を晴らしました。今認定証が授与されます、読み上げられます。優勝されましたのにこれを認定いたします。そして今フジテレビから勝利のブロンズ像、そして副賞でやります。いやー、まあ今年ね、本当に全冠を飾るビッグイベント、フジテレビ回想ダッジャパングランプリ優勝したライオネス飛鳥、悔しいの勝利です。次の方法で
ますか。千草の軍まで頑張ると言っております。8月22日日本武道館が楽しみになってまいりました。改めてファンの声援に手を挙げて応えるバイオネスアースカ、そして長与千草フラッシュギャルズであります。いや本当にいい試合でした。特にあの長与千草が時間いっぱい戦って引き分けた後だけにですね、何か長与が自分が戦って勝ったような嬉しさがきっと今リング上込み上げてるんでしょうね。